入山の遠野地というところの薬師寺というお寺から、キリシタン宗徒の慰霊のために、本尊さんを迎えてこの永福寺を建立されたんですね。1660年5年にかけてのこの永福寺は建立されたわけです。千本松原といって、織田信長が桶狭間の戦いの時に日置神社という神社に祈願をして、そして出兵したんですね。戦争したならばこの辺一帯に松を植えるというところで、もちろん勝ちましたんで、千本の松がうちの境内もいっぱい植わっていた。明治の初めまであったわけですが、今は枯渇してありません。昭和20年の3月12日の空襲で、この辺一帯に焼死弾が落とされました。永福寺付近に落ちたのは不発が多かったようで、みんなの手によって消される、あるいは彫刻院の人たちが一生懸命にうちの雑誌に住んでおりましたから消してくれまして、永福寺一帯全部一応四方にかけて残ったわけですね。東別院は昔の高層なお寺でしたけれども、大体3時間ぐらいで全部焼け落ちてしまったと。西は本町まで燃えてきておったですね。東は大津町近くまで燃えておって、北の方も岩井通りもいっぱい燃えたんだけども、幸いにしてこちらまで移ってこなくて燃えるのと免れたわけですね。で今では各所に、ビルが建ち、駐車場になり、空き地もちょこちょこできておりますが、当時はちょっと東へ出ると東山の動物園が一望に見えるというような哀れな姿であって、点々と土蔵ぐらいが残っていたというような状態でしたね。明日朝に通ずる重要な道路を本町道路と言っておって、そこに七面山というところがあるが、そこが茶屋であって、当時で言うと明日までは非常な道のりであると。それから辺りは草ぼうぼうと生えとると、折り灰が出るというところで、神宮へ参る人はそこの茶屋に自分の荷物を扱ってですね、そして明日さんへ参って帰りにまたもらって帰ると。まあ、最近はあまりお彼岸とかそういう時には人は見えませんが、昔はお彼岸といえば春と秋、東別院と永福寺、日置神社、西別院、大須というのが一つの参詣道路のようなもんで、お彼岸だというと東別院の境内にはいっぱい、露天商人が行く、永福寺の境内にも露天商人が並び、それこそ前を進むのに人に疲れて歩けないくらいたくさんの参詣人であったわけですね。東別院は一の商人が水戸様から古渡り戸の跡をもらって、一角を東別院の宗門の中心にする、吉直さんの跡を引いていて五番の目にしたのもほとんど水戸さんの力です。大きな道を作って火災を防ごうとされたのが水戸さんであると。水戸さんがうちの向こうの方に小袖だとか橘座とかいう芝居小屋を作って始められたのに、宗春さんは徳川の本家に逆らうためにやったとかいうような、いわゆる小説的なことをですね、いかにも真実そうに世に伝えていくことは訂正してもらいたい私の意望です。佐藤圭一という人があったんですね。その人はもともと仏壇屋であり骨董的なことに趣味があって、たくさんの骨董品を集めていらっしゃった。で、たまたま永福寺がキリシタン遺跡だと、遺跡ですね、要するにキリシタンに関係ある遺跡だということに感動されてですね、それなら私の持っとるキリシタン関係の品々を学習のためにですね、場所は小さくても名前は博物館というような大きい名前をつけるというとみんなに関心をもらえるんで、博物館という名前で解説をしたわけですね。まあ、その時は博物館というのはそうありませんでしたね。名古屋でも5つか6つしかぐらいなかったんで、自分のコレクションの中から100点から120点ぐらいのものを翌日に寄贈しようと、そして
学習の場にしてくれということの依頼を受けて、狭い中田に博物館という名前でより公表したわけですね。キリスト教関係のことについて、この東の方ですね、もうほとんどそういうような資料のあるところはない。だから英国へ行ってキリスト教博物館で見学していらっしゃいというので、グループ学習、いわゆる5、6人の班の構想で見学に来ています。キリスト教関係のことを知ろうとする学者は英国のことをほとんど知っていらっしゃって、東京の方面、九州あたり、あらゆる全国からぼつぼつと見学に来ていらっしゃるわけですね。